それにしても団長も災難だな。シャドルーに目をつけられるなんてさ。ありがとうございます。気にすんなって。だいたい困ってる子がいたら助けるのが当たり前だろ。褒めても何も出ないぞ。嬉しいけどさ。そういえば、どこかを目指してるってわけじゃないんだ。実は友人が行方不明になってさ、調べてるうちにシャドルーが関係しているってことが分かったんで、今はシャドルーと友人の情報を追ってあっちこっちに足を伸ばしてるってわけ。そうなんですか。いや、それが全然困っちゃうよな。シャドルーはファータグランデ空域にもアジトを持ってるみたいだからさ、しばらくはこの空域であれこれ情報を探ろうかなって。確かに骨は折れるかもな。でもまあ友達のためだからな、仕方ないさ。やっぱり。え、なんでだよ。こう見えても結構腕も立つし、心配いらないって。ん？人がいいから？いろんなことに首突っ込みそう？あれ？俺そんなに危なっかしく見える？言われてみるとアザムとこんなに長い間離れてるのも初めてだしな。なんだい？団長たちの気空団に入らないかって？そうですね。ちょっと待って、いいのか？もちろんです。それに、なんだ、いいやつなのは団長たちの方じゃないか。それで？本当のところちょっと途方に暮れてたんだよな。この辺りのことは不慣れだし、一緒に旅ができるんなら俺としては超ありがたいんだ。ぜひ気空団に入れてくれないか。はーい。ああ、こちらこそよろしくな。団長たちと一緒なら楽しい旅になりそうだ。おいおい、落ち着けって。どうしたんだ。ほら、まずは深呼吸して。つまり君は友達と大人に行くなって言われてた洞窟で肝試しをしてて、魔物に追いかけられて洞窟から逃げてきたけど友達とはぐれちまったと。うん。わかりました。そう来なくっちゃな。急いで探しに行こうぜ。ありがとう。行くとこ終わりだ。この程度で音を上げる。ああ、声を上げて探し回りたいとこだけど、声に反応して魔物が寄ってくるかもな。俺たちの声に答えた友達が魔物に見つかっても困るし、静かに進もうぜ。そうか。魔物から逃げてるうちに洞窟の奥に迷い込んじまったのか。うん。
下手に動き回って入れ違いにならなくてよかったよ。よく我慢したな。偉いぞ。よし、それじゃあ早いとこ、こんなところ出て帰ろう。ああ、魔物が洞窟の入り口を塞いじまってるな。しょうがねえ。オーケー、二人とも俺のそばから離れないようにな。オン。はあ、終わりだ。この程度で音を上げるの。ふぅ、やれやれ、全員無事に済んでよかったよかった。ありがとう。さては、大人に怒られるのが怖いのか。ね、そういえば、はあ、やれやれ。ま、一回やらかしちまったんだ。もう二度とこんな危ないことはしないだろ。今回だけ大人には言いつけないでおいてやるよ。いいよな、団長。やった。ま、友達とバカをやるのが楽しいって気持ちは俺もよくわかるしな。俺も危ない目に巻き込まれてるかもしれないあいつを早く見つけてやらないとな。